こんにちは、玉置です。今回は東京リベンジャーズの真四角スタイルスクエアウエハースをいつもの流行りのスーパーさんで買ってきたので、こちらをワンボックス開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では5月15日の月曜日に発売ということなんですけど、いつものように大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されているところが多いんじゃないかなって思います。それでは早速見ていきましょう。まずはパッケージ確認です。パッケージは1種類ですね。こんな感じになっております。で、真四角で可愛いカード新登場ということで、この真四角スタイルは買うのがねちょっと初めてなんですけど、他のアニメとか漫画で出てるのかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとねこれ初めてなので、でラインナップがこんな感じになっております。19種類あるんですが、なんとワンボックスがじゃーん、どうだ、18個入りなんですよなのでワンボックスで被らずに出ても1種類揃わないというね、まあいつものバンダイさんの感じとなっております。なので、まあでもね、そうなんだよ、バンダイさんのだからもしかしたら被る可能性もあるので、18種類揃うかもわからないんだよね。なのでとりあえず被らずに出てくれたら嬉しいなって思いつつ、そうね、やっぱり三ツ矢くんと千冬と、あとそうね、犬ピーが欲しいかなっていう感じで開けていきたいと思います。ではね、元に戻して上だけ開封して準備したいと思います。準備ができたので順番に見ていこうと思います。配列が気になる方はご参考程度にお願いいたします。ということなんですが、さっきねちょっと見逃してしまったんですが、こちらの16から19のね、この黄色くなってる部分が箱押し仕様のレアバージョンということなので、まあ一箱に2個くらい入っているんじゃないかなと、まあいつもの感じだとね思うんですけど、まあ運が良ければね3つとか入ってると思います。あ、でもそうね、1種類足りないんだから全部入ってることもあるのかな、ないのかな、この中のどれかが入ってないで19種類な気がしない。でもない、そうだよね、18、あ、でもダブリがあるかもしれないんだよね、そうだじゃあそうね、わからないわ。そしてウェハースなんですが、こんな感じでね、小袋に入っているのでちょっといいですね、これはこのまま保存できるので、そのままね、むき出しじゃないのがめちゃくちゃありがたいですね。じゃあね、見ていきましょうか。1個目からちょっとイヌピーとかして、よいしょ、じゃあね、いきましょう。1個目からせーの、はい、お、イヌピー、いきなり来てくださいました、イヌピーです。これね、キラキラしてるけど多分レアじゃないんだよね。そしてもうね、千冬で赤ちゃんのフォーカスが当たるって前言ったと思うんですけど、ちょっとね、イヌピーも赤ちゃんのフォーカスが当たっております。可愛いもんね可愛い子には多分赤ちゃんのフォーカスが当たるんだと思います。後ろが、あ、後ろもちゃんとイラストがあるんですね。あ、でプロフィールも載ってる、おお、いや、いいじゃん。ちょっとね、いつもの、カードよりも大きめの仕様で、ちょっと豪華ですね。まあお高いんですけど。次、あ、見えなくなっちゃう、せーの、ほい、お、2人のやつがありました。お、かわいい、かっこいい、かわいい、かっこいい、いやー、こんな感じのもあるんだ、いいですね。で、裏が、あ、裏もこういう風に2人のが書かれてるんだね。これはプロフィールは特になくて、お名前だけ、第10とゆずはーってねかわいい、ちょっとさ、ゆずはちゃんかっこいい感じが私は好きなんだよね。どっちがどっち、 これが大事がこの、ゆずはちゃんが逆バージョンなんだね。次、そろそろレアが入ってきてくれるんじゃないかと予想してますが、違うかな、せーの、はい、あ、違いましたね、バジさんです。バジさんもよく来ます。みんなこのスタイルなのかな、ちょっと座ってて、こっちからカメラがこうねなってる感じで、ちょっとライトがあれだな、次、せーの、ほい、あ、来ましたね、これがレアです。あ、いいのが来ました、ヤココチンとネイヌピーで、いいね、これグミの時のシールもこの2人のねレアが当たったのでちょっと嬉しかったんですよ。いや、かっこいい、かわいい、いいです。次、せーの、はい、お、カズトラくんです。カズトラくんはこの正面な感じなんだね。これね、レアじゃなくてもこのね、なんていうの、キラキラしてるメタリックのインクでねなっているので、これでも全然綺麗ですよ。次、せーの、はい、来ました、三ツ矢くんとね、8回の
いいですね。ちょっと煽りの感じがかっこいいんじゃない？これは。うん。次。せーの、ほい。お、タケミッチです。うん、主人公。で、こんな感じで。うん。まあ、いつもの感じですね。次。せーの、ほい。おー、ココチンです。このなんかさ、座ってちょっとこっち見てる感じいいよね。あ、でもカズトラくんのこんな感じもいいよね。ちょっと手をさちょっとこう置きたくなるけどあー、かわいい。やっぱペロっていうのがね、いいよね。マスコットの方もちゃんとピロってなっててめっちゃすごかった。次、せーの、ほい。お、マジさんとチフユのレアが出てくれました。これは嬉しい。チフユ、あー、いい感じです。ちょっとさ、ジフユがこの目線をね、マジさんの方にやってるのがいいですね。あ、かっこいい。あ、やったー。あー、次、ちょっと待ってね。せーの、お、三谷くん出ました。よかった。このね、ノーマルは多分出ると思うんだよね、全部。まあ、ダブらなければなんだけど予想的にはそんな感じ。ミツヤくんは普通な感じなんだね。ちょっと手差し伸べてるとかないんだちょっとカズトラくんのこのポーズ好き。次、せーの、はい。お、マイキーとドラケンくんですね。あ、ペアのやついいね。うん、こんな感じで、まあ、どっちでも飾るけられるけど、うん。あ、やっぱりマイキーが縦の方がこれなんだね。次、せーの、はい。あ、マイキーです。これはね、ここにも載ってたので、そう、ちょっとさ、主人公を差し置いてこれサンプルでね、マイキーが乗るっていうね、まあ、毎回のことなんですけど、うん、いい感じですね。次、あと何が出てないんだろう。まあ、せーの、はい。お、ハッカイ出ました。ハッカイ後ろ向きで振り向きざまみたいな感じで、こんな感じなんだね。そろそろもう一枚さ、レアが欲しいね。せーの、ほい。あー、出ました、ドラケンくんとマイキーの、ん、同じ同じ、あれ、そういうパターンなんだ。ちょっと他のが出てないからね、わかんないけど、こんな感じでした。あ、そうなんだ、なるほど。じゃあ絵は同じだけどこの仕様が白押し仕様になってるってことなんだ。あ、なるほどね。ちょっと絵もさ、特別に違うやつとかだったらよかったんだけどな。違うんだ。せーの、はい。あ、チフユです。そっか、そういえばチフユの単体が出てなかった。かわいいねちょっとね、見上げてる感じかわいいです。うん、いいですね。よし、じゃああと2枚いきます。せーの、はい。あ、そっか、じゃあそうね、さっきのレアの普通のバージョン絵柄は同じということでね。じゃあ、みんな、俺かな、1人のは出たのかな、ちょっとわかんない。あと2つです。せーの、ほい。あ、そっか、ドラケンくん出てなかったね。よかった、ドラケンくん。あ、ちょっと足上げて、かっこいいじゃん。やっぱりねドラケンくんはね、やっぱこのタトゥーを見せないとだもんね。うん、ちょっと置き場所ないんだよね。次、せーの、ほい。よかった、これが入っててくれました。あ、でもノーマルは全部揃ったのかな、これで。うん、じゃあね、一旦並び直してみたいと思います。はい、ということで、一応ね、順番通りに並べ直してみました。ちょっとね、光っちゃって見にくいんですけど、で、何が出てなかったかというと、じゃん、こちらのね、18番の三谷くんと8回のレアバージョンということで、まあ、イラストはね、こちらのものと一緒になるんですけど、レアバージョンはこの箱押しがついてますよ、ということですね。なので、まあ、レアにこだわりがなければ、ワンボックス買えば、まあ、全員分ね、揃いますよ、ということなので、まあね、こっちのが欲しいよ、という方はね、多分、2ボックス買わないと揃わないかもしれないんですが、まあ、箱によってはもしかしたらレアが全部揃ってて、ノーマルのね、どれかがないっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、一応ね、私が買った箱の中ではこんな感じのラインナップとなっておりました。で、カード自体はですね、まあ、一応なんだろう、紙なのかな、まあ、いつもの、うん、ウェハースのカードのちょっと大きい版という感じなので、そこまでなんかプラスチック の、 あのしっかりしたカードという感じではないので、まあ、もちろんね、硬くて、まあ、しっかりはしているんだけど、うん、まあ、そこまでそんなにあの分厚いとかそういうのでもないので、うん、でもね、綺麗は綺麗ですよ。うん、ちょっとね、お高めなんですが、このね、四角い感じのカード、ち
ちょっとね変わった感じなんですけど、まあ、絵がね大きく見られるのがいいですよね、うん、なので興味があったらね買ってみてください。ということでスクエアウェハースのご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。